BMOT とは、ロシア海軍不評の火炎放射部隊専用、重装甲兵員輸送車である。内部に、サーモバリック爆薬や、焼夷弾を放てる RPO ロケットランチャーを32本搭載し、トーチカや要塞等を攻撃する火炎放射不評部隊に提供する、T-72 戦車をベースにして、2001年に、正式化された。正面装甲は、 戦車と同様の複合装甲、側面も燃料タンクやエンジンルームなどを隔壁として使い防御力を高め爆発反応装甲をオプションで追加できる。内部には部品剥離防止、ケブライナー、自動消火装置、NBC 防御装置が搭載されている。首都ーラ光電磁格乱システムと900にアンペア発煙弾発射機メリタリー、BMOT 564-1リバースリバースリバース。9564-1リバースリバースリバース。6ありがとうございます。